はい、どうもこんにちは、こんばんは、まっちゃんです。前回ですね、この回ってスノーボードで9720を出したよっていうね動画を投稿させていただいたと思うんですけど、その動画のコメント欄にその手元ね、どういう風にやってるか教えてくださいっていうコメントがあったので、今回の動画はですね、そのね、回ってスノーボードどういう風にやってるのかをね紹介しようかなっていう風に思います。ただですね、このスーパースターズではそのカンストがですね9990になっているみたい で、僕カンストしてないですよ、そのハイスコアを見る限りね、なのでそのカンストしてないやつが偉そうに紹介するなっていう風に思うかもしれないんですけど、まあやり方の一つとしてね紹介できたらいいかなっていう風に思います。で、今回なんですけど、やり方ね2つ紹介しようかなっていう風に思います。で、その2つなんですけど、こちらですね、ゲームキューブのコントローラーでやるやり方と、あとはプロコンでねやるやり方を紹介しようかなというふうに思います。ではまずですね、プロコンの方から紹介しましょうかね。で、その僕がやるのに必須でやるのが手袋ですね。何でも大丈夫ですので手袋ね用意してください。では早速やっていきましょう。でね、なぜ手袋をするのかというと、やっぱりね手袋をすることによってね、その滑りやすくなるんですよ。だからその滑りやすくて、その回しやすい感じになります。まあ、この9720を出したのはこういう風に思いっきりこういう風に回して取れたって感じですね。で、まあ親指だけでもこれでもまあ5000ぐらい取れるのかなっていう感じですね。一回やってみましょう。で、ここでまあ親指使うバージョンでこんな感じでね、こうすることによって取れる、まあちょっと失敗しても5000は取れるって感じになっています。やっぱ人差し指ね使ったバージョンでやってみましょう。っていう感じでね、ただひたすら回すって感じになっています。で、ただこれでね注意していただきたいのが、このボタンね押すときに同じボタン被らないようにしていただくのがコツかなっていうふうに思います。A、B、Y、X を順番に押せるように、例えば A と B を同時に押してしまうとその反応しなかったりすることがあるんですよ。一回見てみましょうかね。例えば AB 同秒してしまうとこういう風に B を押してるけど反応しないみたいな感じでねなってしまうことがあるんですよ。一方にね反応してもう一方反応しない、そうすると一周分ね反応が遅くなってしまうんですよ。こういう風にね落ちたけど反応しないっていうと、その一周360度分ねその差というかラグがね生じてしまうので、丁寧に一個ずつ押すのがコツですね。まあ、一番そう失敗したのは大きく回すこと、大きく回すと失敗はしにくいかなっていうふうに思います。ただですね、大きく回すとやっぱりね時間ちょっとタイミングが遅くなってしまう、なので僕はこの内側ですね、内側を攻めていく、インを攻めていく気持ちで押す、そうすることでこういうふうに取れていくって感じですね。まあ、安定に取ろうと思ったら、まあ、大きく回したら最低限は取れるかなっていうふうに思います。ちょっとこれは失敗しましたね5000以上取れるだけ失敗しました。まあね、親指人差し指何でもいいです、中指でも押しやすいところでこういうふうにひたすら押す形でいいかなっていうふうに思います。まあ親指で一番やったのはまあいいかな、普通に遊ぶ程度やったらね、こんなね
記録を目指すっていう感じじゃなくて、普通に友達とね遊ぶよとかやったら、まあ親指程度でやっておけばいいのかなっていうふうに思います。ではですね、次ゲームキューブコントローラーの方を紹介しようかなというふうに思います。はい、じゃあ次ゲームキューブコントローラーのやり方なんですけど、まあ個人的にはですね、この中指、あ、中指じゃない、人差し指、人差し指でやっていきます。まあやり方としては、まあさっきのねプロコンと同じようにこういうふうに回してもらってもいいんですけど、僕の場合ですと、その ABYX、 あ、ごめんなさいね、 ABYX を順番に押すと思うので、こういうふうに押します。こんな感じで押すと回しやすいのかなというふうに思います。でこれも注意しないといけないのが、やっぱり押す順番ですね。 AB と X ね、この下の列、この列を押すときなんですけど、まあこういうふうに撫でるんですけど、その時にさっきと同じようにほぼ同時に押してしまうと反応しなかったりします。あとは左手で Y のを押すんですけど、その B を押した後の Y がその被ってしまうと、そのさっきみたいに360度分がそのラグ手が遅れてしまう形になってしまいます。なのでこれ交互ですね、こういう風な感じでやっていきましょう。こんな感じでやっていくと取れるのかなというふうに思います。まあ、こうすることで、まあ5000は取れますね、このやってるみたいな感じで。まあ、それは5000以上取れたら、まあコンピューターのね一番強いやつですでも勝てますし、あとはその友達とねするときになってきたら、ちょっともうちょっと取りたいかなっていう感じやと思うんですけど、まあ6000とか5000、6000取る人なんかあんまり友達いないんじゃないですかね。そのめちゃくちゃゲーム得意とかそういう人とか以外だとね、こうすればまあ6750が取れる感じになっています。はい、以上がこのまっちゃんのね、その GC ゲームキューブコントローラーでのやり方とプロコンでのやり方を紹介させていただきました。このやり方が一番か、ちょっとまあ個人差によると思うんですけど、その合う合わないとか、まあ一つの方法として見てもらったらいいかなっていうふうに思います。まあ僕もこれで9990取れたらいいんですけど、多分無理だと思うんで、まあ気長に頑張っていこうかなというふうに思います。もし参考になったよという方がいましたら、グッドボタン、高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。